はじめまして、本田さんがもし富山県で移動販売するなら何を売りますか、もしくは何の販売を考えますか。どういうこと、移動販売。移動販売ってなんか車で移動しながら売るってこと、何全然わからないけど、なんかたこ焼き、なんかちょっと俺がちょっとよく分かってないのがわかんないんですけど、なんかたこ焼きとかのイメージなのかな、なんかクレープとか全然わからない。質問の意図はちょっと分かってない。